熱戦を前にピッチには静寂が、そしてスタンドはサッカーファンの喧騒に包まれています。スタンフォードブリッジからお伝えします。どう出るにしろ攻撃ちょ突モードで一回陣の効果があるからね。今日のスタンフォードブリッジはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。お送りするのはプレミアリーグの一戦、チェルシーがマンチェスターユナイテッドを相手にします。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。福西さん、今日のゲームですが両チームともに頼れるエースがいますよね。この試合は注目ですよ。ハットトリックを決めた選手同士が真っ向から対決します。派手な打ち合いに期待しましょう。周相がその役割に担えるか、ここにいれば、こうしたらこう、こうしたからこう、こう来るか、こうしたらこっちか、そして平坦が来る、こっちからで平坦が来る、そして勝負、まあ、ここはしのがないと思います。これも忘れてる。ドリンクがこちらがチェルシーの先発メンバーです。福西さん、このチームのプレースタイルについて様々な意見があるようですが、消極的すぎるとの声もあるようです。今日はどのような試合になると思いますか？ボールを持っていないときはディフェンスラインをぐっと下げ、連続して攻撃を受けている印象がありますが、実績を残していますからね。今日も似たような展開になるでしょう。こちらがマンチェスターユナイテッドの先発メンバーです。ちょっと。とんでもねえデフォルメの最後。このボールは止めただけ。クリアできるか。こうよ。こんな感じ。さっき探した人たちはもう取っちゃったんじゃないかな。ゴール決まった。相手のボールを奪ってからのマンチェスターユナイテッド、サイドのスペースが広く空いています。さあ滅亡しないぞ。よし、滅亡しないぞ。キャッチできません。ボールがこぼれた。応用された。ただこれでよし、平坦切った。よしよしよし、何かしてきそうですが、作戦通り。滅亡しそう。マンチェスターユナイテッドが決めました。とりあえずね、巨長は無力か。ほら、おい、フォロワーどうした。この状態になったらもうスペースを見る。何これが怖いね。一騎打ちがしやすい。これが怖い。ナイスシュート。とりあえず、ゴール決まった。これで無力化なので、関東が次のターンで来るとはいえ、もうこのターンで、が倒さなくて死んじゃうんで、これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。ちょっと回避ループ、怖い。滅亡したくないの。ちょっと土下座外交もしづれ。お米、お米結構多い。お米買うほどでもまだない。なぜならそこまでの兵力がないので。ボールはゴール前へ。あのね、平坦を切ったら敵の、ね、あ頼む頼む、倒してくれ、早く早く倒してくれ。ゴールは無人だ。見事な弧を描きましたね。バックアップはえげつねんだけど、頼む早く倒してくれ。